はい、どうも、ティームイルミネーションファンタジーです。今日はですね、メルカリで買いました EFS のね、30mmF1.4、シグマさんのね、F1.4 のね、レンズになります。メルカリの方でね、25,500円でね、こういった形でレンズフードと、レンズフィルターもね、ついた形での価格になっております。そうですね。だいたい普通に買おうとしたら、マップカメラとかでも言ってたら、2万8000、3万。そのあたりかな。でも、レンズフィルターはついてないんで、そこまでつけたら、だいたい3万2000ぐらいかかっちゃうのかなっていうような感じのレンズになります。メルカリ価格でいくと、だいたい2万8000、3万2000ぐらいの間でうろちょろしてるかなっていう形だったんで、2万5500円で買えたのはね、かなりお買い得だったんじゃないかなと思います。何がお買い得かっていうと、2万5500円で買って2万5500円でまた売れちゃうよねっていうのがこのレンズなんで、私がかなりね、雑に扱ったり落としたりとか、故障させたりしない限りはね、実質無料で使えるんじゃないかなっていう感じにはなっておりますね。そんな感じです。そうですね。メルカリで買うときのポイントに関してはですね。ほとんど写真の情報しかないんで、もう写真で外観がね、傷がないか。レンズも写してくれてる方もいるんですけれども、レンズに傷やらカビやらホコリが入ってないかを見る感じになるんですけれども、なかなかスマホで撮ってるんでしょうけれども、なかなかそこまではちょっと、写真からは判断つきづらいかなというところなんで、その投稿者のね、レビューの具合を見ながら判断していくっていう形にはなります。基本的にレンズの外観が汚かったら、レンズの方のね、方も汚いですよね。要は取り扱いが雑ってことなんで、結果的にレンズの方もやっぱ雑に扱ってるんだろうなっていうことで、カビだったり、ホコリ、チリ混入とかしてるんじゃないかなと思いますので、外観は結構重要に見た方がいいんじゃないかなと思います。基本的にはね、当て傷ぐらいだったらあるかもしれないんですけど、基本的にはそういう考え方でいいんじゃないかなと思います。そういった中で、メルカリで出てた、写真見る限りではね、外観の傷もなさそうだったし、レンズもね、綺麗でしたので、あと売ってる人のコメントでもね、そういう感じで書かれてましたので、間違いないのかなっていう感じで購入してみた感じですかね。あと、そうですね、出品してる人の、なんだっけ、ステータスっていうんかな、良かった、悪かったみたいなところも一応参考にして、悪かったねがね、ちょっとでもあるとちょっと怪しいかなっていう感じにはなるんで、そういったところもちょっとね、見てから。安いものだったらいいんですけど、高いものを買う場合はね、そういったところまで慎重に見てから買うといいんじゃないかなと思います。ここからはですね、買ったレンズをね、良かったですって言うに当たって何をしたかっていうところをちょっとお話ししていこうかなと思います。ここからはね、ちょっと、どんな感じでチェックしたらいいのかっていう話になります。こんな感じで外観がね、こうずらーって見る感じですかね。異常ないよねーっていう感じですね。あと、こういったボタンがあるとしたら、こういって押してみて、動くのか動かないのか。あとは、こんな感じですね。こういう感じで。大丈夫かなーって感じですかね。こっちも見て。こんな感じで大丈夫かなーって感じで。
見たらいいんじゃないかな。あと、ここのフィルタリンクに引っかかりがないかとか、ちゃんと動いてるかっていう確認になります。はい、そんな感じですね。ここで異常がなければは大体問題はないかなと思いますので、あとこういったところのね、接点のところも異常なさそうなんで、これでね、カメラにつなげて、動作するかっていうところを次見ていきましょうかね。はい、次になります。オートフォーカスがね、起動してるかどうかを確認していきます。こんな感じですかね。はい、ピントが合ってますって感じで、一回外します。で、また持ってきます。合ってます。で、あとはマニュアルフォーカスで、合わない。はい、合いますねーって形で、こんな感じで。チェックしたらいいんじゃないかなと思います。あとはですね、これを実際撮影してみて、撮影した絵がね、なんか変になってないかっていうところのチェックが終わったら、基本的には問題ないレンズでしたっていうところの確認が取れるんじゃないかなと思います。そうなった時にね、問題ありませんでしたって形で、メルカリのね、出品者の方に、いい取引でしたという形で返信したらいいんじゃないかなと思います。あくまでね、中古のレンズなんで、ちょっと写真と違うじゃないかっていうのも中にはあるかと思います。そうですね。基本的には写りが良ければっていうところはあるんで、若干の傷が思ったよりっていうと場合だったりは、多めに見るしかないのかな。レンズに関しては、写りにやっぱ影響しちゃうんで、あまりにもひどいようだったら、ちょっと文句を言うっていう形ですかね。そんな感じですかね。なかなかそこはちょっとね、難しいとこなんかなとは思いつつ、今のところはなんか悪いレンズに当たったことはないんで、いいのかなっていう感じしてますけどね。いつかでも買い続けてたら、なんか粗悪品なレンズにもいつか当たるんでしょうね。そうならないように願いつつ、またメルカリで何か買いたいかなと思います。ご視聴ありがとうございました。